上が木で隠れて見えない。さて吊り橋、吊り橋、弁天橋、いや絵になるね。こう幾何学的なこの感じがね、吊り橋っていいんですよ。これこの前渡ったね奥多摩の吊り橋と違ってしっかりしてて揺れないですね。あ、春先だとこんな感じか。ちょっとな興ざめだね。秋、そう秋のね紅葉の時はこう見事なんですけどね。こっちはこっちでだいぶ緑が濃くなってますね。まあ、水面も緑っていうのがなんですけどね。でもねこう人が少ない、いないこのねこうのんびりしたのを楽しみたいっていうのは逆にこういう時の方が良かったりしますからね。さてここまではいいんですよ。ここからねまたねぐわっとね今までこの甲州街道から降りてきた分また登り返すのがね、まあ一度やってるんで分かってるんです、覚悟の上なんですけどね。弁天橋渡りましてね、でこっから上りが延々とついていくわけですよ。ちなみにあそこの人工物はトイレです。丸太で整備されたね登山道風の階段、ここから何急にコンクリートになりまして、あ助かった。ここからまた文明の道、普通に舗装の上り坂ですよ。もうちょいだわ。本当坂はいいですよ。自分の歩幅でねのんびり上がれますからね。もう階段だとね一歩ずつの階段強制的に決められるからね。まあ下りはいいんですけど上りはだから階段、山特にきついんですよ。段差バラバラだしね。上り切りました。いや吹いてくる風が爽やかでいいですよ。ここのとこね外部マイクしかもね風よけのねモコモコつけてるのでちょっとね音は曇りますけどね、ボー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 言わないで済みますよ。いやーほんと屋外で撮るときは風対策必要です。でこのねこの学校ここからまだちょっとだけ登るんですけどね、であとはずっとあっちの方行って相模湖ですね。なんか無人市、あ売り切れですね。もしかしたら今日歩いてんの山の区間とこういう文明の区間同じくらいかもしれませんね。まあそれはそれでいいですよ。こういったね空気のいいのどかなところをねのんびり歩く、もうそれだけでねご褒美ですよ。あの東屋バス停の休憩所っていうか待合所のように見えて本当に普通の休憩所なんですよ。ここら辺バス停ないのにね。であれが見えてきたってことはそろそろね相模湖のダムなんですよね。いやこっからきついのがうわっとねこの嵐山ってあるんですよ。一応神社なんですね参道。やっぱり山と神社って本当によく合いますね。いやこれはこれでねかっこいいもんですよ。本来の道路としてはねそのずっと前に見えるあの橋を渡っていくんですけどね、ただちょっと車がブンブンあんま好きじゃないんでねこのねダムの上通っていきましょう。車両はダメでもね人は通れんですよ。津久井大橋とか書いてありますね。ダムといってもね奥多摩の小河内ダムほど落差はないですからね。まあこんな感じですよ。あ、少し放水してますね。で反対側は結構水溜まってるってことですね、流してるってことは。ただこの冬から春はまあやりやすいですよね。寒い方がね動き回るのにはいいですからね。まだ本当に冬から春の方が、この寒さからあったかさっていうのはなだらかですよね。ただねその冬の名残でね木々の緑がちょっとこう、ね、少ないなって、それがね、つまらんのですよね。神奈川ってね東京よりも
水源豊かですからね。こうやってね、自前のダムがいくつもありますからね。東京だと奥多摩湖、大河内ダムですか、あとは利根川ぐらいしかなかったかな。あ、狭山湖ってのもあるけど、あれ埼玉の方、まあとにかく神奈川ほどね、こういったね、水がめが多いってわけじゃないんでね。本当にね、神奈川っていうのは水不自由しませんね。そういや、津久井湖の方もあれもダムでしたね。早々に駅に行きたい人はね、これ登ってった方が近いんですけどね、まあ、私はね、やはり湖のほとりの公園に行きたいんで、こっち側行きます。ダムを渡り切ったあたりから、もうこれは文明の世界で山とかそういうんじゃないな。まあ、湖のほとりだからね、まだいいんですけどね、のんびりできる感じはあんですけどね。リゾート地ってやつですかね。もう正面にはファミレスとか見えてきましてね、まあなんかちょっと腹も減ってきたな。ガスト、いやガストなんてね、どこにでもありますからね。まあ、どうしても腹減ってしょうがないってなら、まあしょうがないですけどね。まあ、まだまだいけますよ。ボート屋さんが見えてきたってことは、もうね、相模湖の公園も近いってところですね。なるほど。いやー、ここね、なんか単体で来てもいいかなとも思ってるんですよ、相模湖はね。まあ、その時のお楽しみにするかね。ブラックバスか。なんかブラックバスって環境的になんかね、外来種ですごくてなんか問題になってるとか、食べたら結構うまいって話きますけどね。あんなとこにファミマあったのか。さあ来ましたよ、ね、県立相模湖公園。いや来ました、歩いて来ましたよ。いや、なんか風吹いてくる風もね、なんかもうだいぶ柔らかい感じですね。もう春の風ってとこですね。まあ、私自身がね、この歩き回ってて体がほてってるから余計そう爽やかに柔らかく感じるのかもしれませんけどね。いい感じですよ、本当。この湖を渡る風もね、清々しいし、もうね、昭和の観光地そのままなんですよね、ここの雰囲気ね。なんかカタカタ音がしてますけどね、まあ、こういった感じのゲームセンターね、船着き場、ボート乗り場にね、併設されているという。いや、本当に昭和ですよ、この感じはね。で、ボートの切符売り場と、このこういった感じも本当に昭和が生きてますね。こっちの飲食店もそうだし、いや、この前行ったね、西成、あれも昭和っちゃ昭和なんですけどね、あれはいかつい昭和ですからね。ここはね、柔らかいね、この懐かしの昭和って感じですね。でもね、ちょっと小さいんですよね。もうそこら辺でね、ここは終わっちゃうんですよね。もっと大きいといいんですけどね。こういう観光地ですからね。いやー、えらい取るかと思ったら、ラーメンが550円ですよ。まあ、腹も減ってるし、ちょっと行ってみますか。なかなかね、落ち着いた感じですよ。